井上義雄は、日本の政治家、自由民主党参議院議員、鹿児島県泉町出身。1942年、旧政熊本高等工業、学校最高や金科を卒業。日本工業に就職するが、1年後に招集される。1951年に出水町議に当選。1963年、鹿児島県議会議員に初当選。百七十四年、 第10回参議院議員通常選挙に、鹿児島県選挙区から自民党公認で立候補し初当選。自民党内では田中派に所属した。1987年7月、形成会が結成され、田中派が竹下派、二階堂グループ、中立系に3分裂した際は残留し、二階堂グループに所属した。1989年6月、 宇野内閣の北海道開発庁長官兼沖縄開発庁長官として初入閣。宇野内閣が長短命政権となったため、わずか2ヶ月しか長官を務められなかった。1990年2月18日の衆院選後、二階堂グループは解散状態に陥る。同年2月26日、井上は竹下派に入会した。 自民党参議院議員会長を務めた後、一次参議院、議長候補に偽せられたが党内事情で就任は流れた。こうした一連の不運差に同情が集まり、通常参議院議員の入閣は1回のみで離任したら、再入閣はないというのが通例である中、恩情派の小渕首相の配慮により1998年7月、小渕内閣で再び、北海道開発庁長官権。 沖縄開発庁長官に就任。翌年の1月まで務めた。1999年、君一当局日大受賞受賞。議員在職中の2003年10月24日、心不全のため、鹿児島県泉市の病院で死去。80歳没。翌年の第20回参議院議員通常選挙には、不出馬を表明していた。ありがとうございます。